どうも平岡です。今日も動画を見てくれてありがとうございます、動画のタイトルにもありますようにですね、今日5月14日僕がですね、誕生日を迎えました、ありがとうございます祝ってもらえればねすごく嬉しいんですけども、ついにですね30歳になっちゃいました。というわけでですね、今日いろいろ話したいなというふうに思ってるんですけども、まずね、告知から1点させてください。久しぶりにですね、ライブ配信しようかなというふうに思ってます。2ヶ月ぶりとかね、3ヶ月ぶりぐらいのライブだと思うんですけども、今日がですね、5月14日なんですけど、明日のね、15日金曜日の夜の21時半ぐらいからライブ配信をしようかなというふうに思ってます。特にね、テーマとか決めてないので、ライブで誕生日をね、祝っていただきつつ、皆さんとね、お話しできればな、というふうに思ってます。なので、良ければね、お時間空いてる方は、1時間ぐらいのね、配信になると思うので、良ければ見に来てください。はい、というわけでね、告知、ライブ配信しますよ、というふうな告知がまず1点でした。で、こっからはですね、基本的にもう雑談になるんですけども、20代も終わってしまったということで、20代のね、10年間っていうのを、ちょっとね、簡単に振り返ってみようかな、というふうに思ってます。結構ですね、いろいろあって、20代って言ったらね、僕が大学入学した時から今までなので、大学も入ったし、就職ね、新卒で就職もしたし、会社を辞めてね、自分で会社も立てたしっていう風にね、結構ね、激動の10年だったかなっていう風に思うので、簡単にね、僕の生い立ちというか、この20代の10年間っていうのをね、振り返ってみたいなっていう風に思っております。はい、良ければですね、最後まで僕のね、生い立ち、興味あれば、お付き合いください。それでは早速ね、行ってみましょう。どうぞ。あとですね、ツイッターでね、1個めちゃめちゃ嬉しいことがあったんで、ちょっとご紹介させてください。11歳のね、子が僕の動画を見てくれてるらしくてね、この iPad を使ってね、僕のイラストをこうやってね、描いてくれたんですよ。めちゃめちゃね、これ可愛くてね、ちょっとこの辺に写真貼っとくんですけども、すごく嬉しかったです。描いてくれた方、本当にありがとうございました。僕の10年間、ちょっとね、1年ずつ振り返っていこうと思うんですけども、まずね、20歳。20歳って言うと2010年ですね。2010年はですね、僕、大学に入学した年です。僕ね、1年浪人をしてて、みんなよりね、1年大学入学が遅れてるので、2010年に入学しました。でここでですね、浪人した末にですね、第一志望の大阪大学の法学部、法学科に入学できて、すごくね、嬉しくてね、いい20代のスタートを送れたのかなというふうに思っております。大阪大学ではですね、サークルに2つ入ってました。で、それがですね、バレーボールサークルが1つと、あとはね、法学研究会っていうね、まあ法学部だったんで、ちょっと法学部の勉強を教えるっていう名の飲みサーみたいなね、まあ結構勉強もするし遊びもするみたいなサークルに入って、そこでね、結構まあ、一般的な大学生ですよね。まあ、授業はそこそこ、サークル頑張るみたいな、まあ、そういう風な大学生活を送っていました。2年目からですね、なんかちょっと自分でもね、サークルとかやってみたいなっていう風に思って、僕すごく当時ね、ファッションが好きだったんですよ。まあ、今もね、すごく好きなんですけども、ファッションなんかもっと頑張りたいなと思ったので、ファッションサークルをね、自分で作ってみたんですよね。で、それがですね、ストリートスナップ、まあ、道歩いてる人をね、写真撮らせてもらって、それを雑誌にしてフリーペーパーとしてね、創刊するみたいな、そういうサークルでね、その時からですね、写真を撮ったりとかね、こういう風に編集して何か物を出すみたいなことがすごく好きで、今思えばですね、この YouTube 活動ってのもですね、元をたどればですね、そういう大学時代のね、フリーペーパーとかになんか結構ルーツがあるんじゃないかなというふうに思います。で、大学2年生はですね、もう自分の立ち上げたこのサークル1本って感じでですね、暑い日もね、寒い日もストリートスナップ撮って、なんかフリマにね、取材行ったりとか、行きつけのね、古着屋さんに取材させてもらったりっていう風に、結構ね、雑誌としてはちゃんと活動していました。はじめはね、すごくちっちゃなサークルだったんですけども、徐々にですね、新入生の人とかね、入ってくれる人がどんどん増えてきて、最後はですね、もう20人とかね、30人ぐらいの規模になってね、すごく楽しかった思い出があります。で、大学3年生ね、まあ、相変わらずサークルやってるんですけども、就活がね、この頃から始まります。で、僕はですね、結構就活はインターンとかでね、たくさん参加してて、東京でね、インターンをやってる会社があって、そこにね、参加したんですよ。そこでですね、結構ね、やっぱり東京の学生ってすごくね、レベルもね、意識もね、考えも高いんで、もっと自分も頑張ろうと思ってね、東京で働きたいなっていう気持ちがその頃から結構強くなったかなっていうふうに思います。で、そのままですね、就活続けて、最後はですね、そのインターンではなくて、1社目のね、Yahoo Japan っていう会社でね、働くことになりました。そこで内定いただいて、そのままね、就活を終えてですね、大学4年生、就活も終えて、あと1年、何しようかなと思った時に、ちょうどね、今一緒に会社をやってるね、ヒデさん、
堀口っていうね友達がいるんですけども、ヒデさんもですねヤフーの新卒だったんですよ。でそこでね内定者懇親会でね初めて会うんですよね。でそこでなんかブログをやってるっていう風に教えてもらって、僕もねブログとかやってみたいなと思ったので、その大学4年生の時にね初めてブログを立ち上げて、今でもね一応運営してるので、もうですね6年ぐらいかな、その時に立ち上げたね同じドメインのブログをね今でも運営しています。でこの時はまさかですねこのブログっていうのをねきっかけに、かつこのブログを教えてくれたヒデさんとね会社を辞めて会社をね作るなんてね全く思ってもなかったので、まあ、この辺のね出会いというかね、ブログ始めたこととかも結構後々ね人生の転機になってくるんじゃないかなっていうふうに今振り返ったらね思いますね。で翌年2014年、僕が24歳ですね、無事ね大学卒業できて、ヤフーでね東京で働くことになったので上京してきました。で当時はですね練馬にあるですね6万7000円ぐらいのマンションにね住んでて、家賃がね東京って家賃高いなっていうふうにねめちゃめちゃ驚いた記憶があります。で本社のねヤフーがその時六本木のミッドタウンっていうところにね本社が入ってたので、憧れのね東京六本木勤務かなっていうふうに思ったんですけども、蓋開けたらですね、半年ぐらいの研修が終わった時に名古屋配属ですっていうふうに言われたんですよ。なんで大阪出身なんですけども縁もゆかりもないですね名古屋に配属ですっていうふうに言われて、1年目はですね東京生活がねあっという間に終わっちゃって、名古屋にね配属が決まりました。でそのままですね名古屋営業所で広告営業としてね、クライアントさんの広告の運用をお手伝いしたりとかね、広告出稿の提案をしたりっていう風な仕事をしてました。とはいえですね1年目のねこの名古屋営業所時代はまだね新人だったのもあって、全然ね自分で何かできたってことはなくて、基本的にね先輩の後ろについてってなんかね議事録取ったりとか、まあ、そういう風な形でねすごくこう下積み時代というかね新人時代で本当にいろんな先輩にお世話になりました。でそのままですね3年ぐらい名古屋でね頑張ってこいっていう風に言われて名古屋行ったんですけどもね、結構組織変更も多い会社だったので、その行った半年後かな、なんでもう2年目の4月、2年目が始まるぞって4月にやっぱりね平岡くん東京帰ってきてって言われたんですよ。なのでもう引っ越しだらけって感じでね、また引っ越して東京に戻ってきて2年目がスタートって感じです。でその時はですね月島に住んでました。月島のねもうすごいボロいマンションがあるんですよ。立地自体はねすごくいいし、部屋の中もねリノベーションされてるんで綺麗なんですけども、外見がねめちゃめちゃボロくてですね、そんな家に住んでました。で社会人2年目ですね、そのまま広告の営業でね東京で初めて自分のお客さんを持っていろいろね担当させて仕事をしていました。でこの時のですね2年目のチーム、営業チームっていうのはすごく面白くてですね、本当にいろんなことを教えてもらったし、今でもねすごく仲良くて定期的に集まってねお酒を飲んだりとか、まあ、昔話しながらねすごい今でもお世話になってる先輩がたくさんいたのがこの2年目のね営業チームでした。で仕事以外のところではですね初めてですねヒデさんとブログのイベントっていうのをね開催していました。当時結構ねブロガー同士集まろうみたいな風潮が結構あったのでね、僕とヒデさんも結構毎日ねブログ書いてたので、初めて自分でねブログイベントやってみて、このイベントでですねトバログとかケイスケね、今でもすごい仲良くてねみんなで YouTube やってるんですけども、トバログケイスケと会ったのもこのイベントなんですよ。今までの話が2015年なんですけども、2016年、僕が26歳の時ですね、これがね結構人生の転機かなっていうふうに思います。というのも社会人は3年目ですね、相変わらずね東京で営業してて結構もうね仕事にも慣れてきて、いろいろね後輩も持つようになって、お客さんからもね結構信頼してもらってですね、すごく仕事自体は順調で楽しかったなっていうふうに思ってます。で結構ね営業だったんですけども、中小企業の、ね、担当だったんですよ。なので中小企業を担当するともうね僕の面談というかね打ち合わせ相手がね社長さんとかこう専務とかそういうぐらいの人なんですよ。なのでねすごく可愛がってもらって、忘年会シーズンとかですね、もう六本木でもう飲みまくってね、3次会4次会みたいな感じで朝まで飲んで、で朝ね六本木のアフリっていうラーメン屋があるんですけども、そこでねラーメン食べて閉めてもう帰れないんでね、そのまま六本木の本社に朝一で出社みたいなね、結構今となってはねちょっとできないなっていう風な感じのね仕事の仕方とかね、忘年会とかでいろいろ誘ってもらって連れてってもらったりとかっていうね、結構本当にお世話になったなっていうふうに思ってます。仕事以外の方でもですね、ブログを書いてるとね、どんどんブログ読んでくる人が多くなってきてね、ブログでもっと頑張りたいなっていう気持ちもね、すごく出てきたんですよね。で、同じ時期に、やっぱヒデさんとね、こうブログ書きながらいろいろ話してる中で、なんか自分たちでね、もっとビジネスしたいなとかね、自分たちでなんかできることないかなっていうふうな話をね、結構するようになったんですよ。で、そのね、なんかビジネス、この自分たちの考えた新しいビジネスをなんとか形にしたいなと思ってね、Yahoo の先輩とか、
まあ、その上の人とかね、いろいろ相談したんですけども、そしたらですね、結構ね、Yahoo の中でも、もう偉い人、なんとか部長みたいなね、なんとか本部長みたいな人が相談した時にですね、もうYahoo 辞めた方がいいよっていうふうに言われたんですよ。自分たちでしたいことがあって、ある程度ね、そのブログとかで実績もあって、まあまだ若いし、Yahoo にいるのもいいけど、独立してね、自分たちで挑戦した方が絶対面白いよっていう風に、なんか後押ししてもらって、投資家の人もね、紹介するからっていう風に言って、投資家を紹介してもらったんですよ。で、そのね、投資家の方、今はうちの会社に投資してもらってるんですけども、ビジネスをね、プレゼンして、こういうことをしたいですっていうふうに話したところですね、だったらまあお金出すから会社辞めて、自分たちね、二人で頑張ればっていうふうに、すぐに応援してもらったので、もうね、そこまで環境整ったんだったらね、いよいよもう仕事を辞めようってことで、最後ね、お金じゃあ出しますよっていうふうに、ね、投資家の方に言っていただいたのが、2016年の12月26日なんですね。もう本当に年末です。で、そのままね、2017年に入るんですけども、もう1月の4日とかかな、もう年明けて、その初めのね、営業日に上司にですね、会社辞めて自分たちでね、会社を作りますっていうふうなことを伝えて、そっからですね、もう大急ぎで退職の準備をさせていただいて、もう1月末にはですね、会社を退職していました。なんでね、かなりスピード退職でですね、いろいろね、ご迷惑もおかけしたんですけども、皆さん本当ですね、温かく送り出してもらって、最後はですね、こんな感じで本当にフロアにね、お世話になった方みんな集まってくれて、頑張ってねっていうふうにね、温かく見送ってくれたので、本当にね、Yahoo はすごくいい会社だしね、今でも感謝しています。で、そっからね、2017年から、今のね、株式会社ドリップっていう会社を始めたんですけども、最初はですね、マーケティングの会社だったんですよ。なんで、まあ、広告を扱うような会社だったんで、ひたすらね、初年度、創業1年目は、めちゃめちゃ営業に行ってました。本当にね、真夏、8月とか9月とかも、1日3アポとか入れて、まあ、自分たちの会社の自己紹介とかね、まあ、こういう事業、サービスやってますっていう風な、挨拶回りじゃないですけども、本当にこのね、1年目はめちゃめちゃ営業しましたね。で、そっからですね、2018年に入って、ドリップ創業ね、2期目になるんですけども、広告のね、売上とかは、事業の方はですね、まあ、順調にね、売上も伸びてたんですけども、なんかですね、まあ、自分たちがしたいのは本当にこれなのかなっていうね、ちょっと疑問が出てきたりとか、まあ、いろんなね、悩みもあって、一度ね、ちょっとその、今やってた、その事業、マーケティングの広告事業っていうのは、一旦ちょっとストップしようっていうふうなことになります。で、2018年はですね、でもストップするにしてもね、その次何するか決まってないんですよ。なので、どういうことしようかなとかね、自分たち何をすべきかなっていうのをね、いろいろ探しながらですね、本当にね、ちっちゃいことをいろいろやってみて、いろんなことを可能性を模索してた1年だったなというふうに思います。で、そのままね、いろんなことをしながらですね、2019年、僕29歳になるんですけども、ちょうどですね、2018年末に、メーカーさんとね、一緒に財布を作ったんですよ。キャッシュレス時代の理想の財布のプレストっていうね、今僕も持ってるんですけども、このね、ちっちゃなお財布を作ったんですよ。そしたらですね、これが、クラウドファンディングでね、すごく反響があって、すごいね、みんないろんな方に支援していただいたんですよ。で、これをきっかけにですね、ものづくりってすごく面白いなーっていうふうに思って、そこからね、もうぐっと会社の方をね、ものづくりの方に寄せて、ものづくり事業ってのをね、本格的に始めたのが、2019年、僕が29歳の時です。そこからですね、この財布ってところを皮切りに小銭入れを作ったりとかね、革の iPad ケース、MacBook ケースとかね、そんなものをいろいろ作って、やっぱね、ドリップ、ものづくりっていう風なイメージがね、ちょっとずつ浸透してきたのかなっていうふうに思います。で、ちょうどね、2019年って言うとね、この僕の YouTube チャンネルを始めたのも2019年なんですよ。で、ちょっと調べてみたんですけども、去年のね、5月14日、なんで1年前はまだね、僕登録者1500人とかだったんですよ。なので本当に始めたてって感じだったんですけども、そっからですね、本当にこの1年で、たくさんの方にですね、動画見ていただいて、チャンネル登録していただいてね、自分が一番びっくりしてるんですけども、本当に1年前からね、7万人とか8万人ぐらい増えてて、本当にありがたい限りかなというふうに思ってます。で、そのままですね、2020年に入って、相変わらずね、ものづくりをやってるんですけども、初めてですね、今までこういう革物をね、中心に作ったんですけども、初めて革以外のものとして、ワンガーっていうね、ハンガーをリリースしたんですよ。これもですね、以前動画でご紹介したのでね、知ってる方もいるかなというふうに思うんですけども、初めてね、鉄製品っていうのに、ね、挑戦しました。僕らも買ってもわかんなくてね、結構時間かかったし、実際ね、中国の工場があるとこまで見に行ってね、いろいろ向こうの人とやり取りをしながら作ったんですけども、それがですね、クラファンでね、すごくヒットして、2万本ぐらい売れてね、クラファンでも1000万円を超える支援をいただいて、すごい大成功したんですよね。今ちょっとですね、コロナウイルスの影響で配送がちょっと遅れてるんですけども、おそらくアナウンスしてる通り、5月下旬にはですね、ファーストデリバリー、最初のね、配送ができるかなというふうに思うので、ご支援いただいた方はですね、もうちょっとだけ配送のお時間いただけると幸いです。
というわけでですね、10年間をね、ざっとお話してきたんですけども、結構ですね、自分で会社をやってますとか言うと、なんかイケイケな感じに見えちゃうんですけども、全然そんなことなくてですね、毎日毎日ね、まあ、どうやればもっと会社が大きくなるんだろうとかもね、悩みながら、ヒデさんとね、最近大竹さんっていうね、メンバーも入ってくれたんですけども、3人で、あとね、いろんな投資家の方とかも含め、アドバイスをいただきながら、日々頑張っておるというふうな感じでございます。やっぱりね、この10年見てきて、何が起こるか分かんないんですよね、本当に。で、僕がこうやってね、今ね、ドリップって会社で働いてて、YouTube やってるのも、この10年前からしたら考えられないことなんで、なんかね、あんまりこう将来を気にしすぎてもしょうがないなっていうふうに思って、一日一日とかね、本当に一瞬一瞬を頑張るしかないなっていうふうに思ってるので、あんまりね、その大きな目標とかは、まあその目指したい方向だけを決めて、あとは毎日頑張るだけかなというふうに思っております。なのでね、40歳になった時は果たしてね、まあ、YouTube やってるんだろうかってもやってないと思うんですけども、まあ10年後にね、自分がどういうふうになってるかっていうのをね、楽しみにしながら日々ね、これからも頑張っていきたいと思います。はい、というわけでね、今日は僕のすごい長いね、生い立ちというかね、まあ、10年振り返りってお話に付き合っていただいてありがとうございます。本当にね、30歳をすごくね、いい気持ちで今迎えられてるのも、会社を応援してくれてる方とか、このクリエイター活動を応援してくれてる皆さんのおかげだと思いますので、これからも頑張っていきたいと思います。ぜひ良ければね、応援よろしくお願いします。はい、というわけでね、最初に言ったんですけども、明日15日の金曜日9時半からライブ配信しようかなというふうに思ってるので、良ければ遊びに来てください。コメントも大歓迎ですので、ぜひ気軽にコメントいただければとても嬉しいです。はい、というわけで今日の動画はここまでです。私、平岡30歳の誕生日でございました。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。